サタデーナイトフィーバー始まりました。時刻は18時半を回りました。ここ北千住 CA ブより公開生放送サタデーナイトフィーバー、本日ですね、なんと20回目の放送となります。短い時間ですが皆さん最後までよろしくお願いします。拍手はい。というわけでですね、サタデーナイトフィーバー平成20何年だかわかんないですけど、2015年から始まりまして、2015年5月から始まりまして、なんと今日で最終回ということで、ね、ちょっと寂しくもあり悲しくもありなんですけどもね、約1年半、放送して20回をね、めでたく20回を迎えて終わるんですけども、というわけでね、今日はゲストあり、ライブあり、最後の無駄話中心のトークバラエティサタデーナイトフィーバー始めたいと思います。画面の前のね、皆さんもぜひぜひ楽しんでいってください。まあ若干ね、ハモニアスですが、一人いないということでね、皆さんお分かりだと思うんですけど、司はですね、北海道に今行ってまして、今日北海道は大雪が降って天候大荒れで飛行機飛ばないということでですね、勇気申し訳ないが今日よろしくっていう LINE が来ましてね、何のことだと思ったら LINE が来た後に写真が3つ送られてきまして、雪の写真と空港がパニックになってるって写真がね、送られてきてね、なんとなく状況を察したんですけど、というわけで今日はね、最後の放送というわけですが、一人でね、二人分頑張っていきたいのでね、最後までよろしくお願いします。応援メッセージや質問等はね、こちらのメールアドレス、senju@cab.jp、senju@cab.jp までね、応援メッセージや質問や、今までありがとうや、何やらかんやら、送ってもらえるとね、非常に番組がね、盛り上がって楽しくなると思います。ちょっとビール飲みます。最後だからね、ちょっとね、飲みながらね、みんなでね、こうゆったり楽しくやっていきたいと思いますが、もう冬ですからね、12月もうクリスマスも間近だし、クリスマスが終わったと思ったらもう2017年、2016年はどんな年だったかな。結構、でもここもね、結構、ゲスト、田中裕也くんがゲストに来たりとか、前回はアスカちゃん、あとはアトライズのメンバーのみんなが来たりとか、あと誰だろう、あと誰かいたっけ、ゲスト。誰だっけ。みんな、なんか不安な顔、みんな不安な顔してるから、俺まで不安になるけど、まあ、最初の頃はね、あれ、ノアのひろひでさんとかも来てくれたりとか、あとはね、あと、うん、あ、そうそう、西新井踊り子隊やら、あと、あれ、風前勝負。よさこいチームもあったりとか、あと弾き語り系のね、アーティストもちょこちょこ来てくれたりとかね、結構いろんなゲストがね、さまざまにね、来てくれた、サタディライトフィーバーですが、早いものでね、もう今年も終わりで、そして最終回を迎えるわけなんですけどね、今日はちょっと白いですけどね、後ろにいつもね、電車の風景があったりとかね、ちょっといろいろ思い出深いんですけども、またね、いつかまたここでね、番組やったりとか、皆さんとね、なんかミニライブやったりとかね、盛り上がっていければいいと思います。というわけで、そのね、司がね、北海道にね、今行ってるというわけでなんですけどもね、来月に、今月のもう来週ですね、来週末にですね、イベントがありまして、その告知なんかもね、していきたいんですけども、告知をする前にですね、コーナーの方にね、行ってみたいと思います。まず、じゃあ、最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちらです。どうぞ。ハーモニアスの北千住より愛を込めて、ありがとうございます。北千住より愛を込めて、最後のね、ラストミッションとしてはね、今月、12月18日、北海道伊達市、ライドオンイブリミュージックフェスティバルがね、開催されます。この、ミュージックフェスティバルはですね、去年の、夏ぐらいからずっとね、構想して企画してきて、ついにね、今年の12月18日に、実現ということでね、ゲストにサンプラザ中野くんですね、バクスランプのボーカルを迎えて、音楽ライブあり、フードの出店、例えばですね、沖縄そば、北海道の真冬に食べる沖縄そばがあったりとか、
あとはですね、東新宿のイルカっていう店があるんですけど、僕らの仲間の店なんですけど、そこも出店したりとか、いろんなね、東京からの出店もあり、北海道からの出店もありということでね、様々に盛り上がってあります。あとアミューズメントコーナーというのもありまして、楽器の無料体験、バンドの無料なんかもみんなで楽しめるような、ね、バラエティに富んだ一日。13時開場、14時、開演なんですけども、ライブはもちろんですけど、その会場内にいろいろ食べたり飲んだり遊んだりっていうのができて、チケットもね発売していますので、ぜひぜひ、北海道の皆さん、そして東京の皆さん、そして画面の向こうの皆さんもね、この12月18日開けていただいて、なんかみんなでね一日、ミュージックフェスティバルをね盛り上げていければと思っております。なぜかみかんがありますけどね、ここに。まあ、今年ハーモニアスとしては今年最後ではないんですけど、今年最後の一番大きなイベントですね。そちらにね向かって頑張っていきたいと思います。あとですね、12月の27日ですね、これが本当に今年最後のライブで、池袋の、キングスクロス東京でですね、アコースティックのライブが、本当に今年の最後のライブでございます。そちらもチェックしていただいて、今唾飲みましたね。はい、というわけでですね、北千住の愛を込めるんですが、とりあえずその2本かな今年は。でも今年はね、あんまりライブっていうライブは、まあ、夏にね、僕でいたいというね、シングル CD を出してツアーで、約20箇所、北海道行ったり、僕の地元の栃木、宇都宮行ったり、あとは千葉、埼玉、東京近郊行ったりして、いろいろ、まあ、あと沖縄行ったりとか、ライブをしてきたんですけどもね、集大成のね、北海道司の地元ですね、伊達市でね、ミュージックフェスティバルを開催ということでね、まあ、明日からリハーサルが始まるんですけどもね、そこに向かってね、頑張っていきたいと思います。なんか寒いね、俺半袖だからかな。なんかめっきり寒いよね外ね。でも北海道ってマジで寒いから、本当に、まあバナナは凍んないと思うんだけど、でもなんかね、そのぐらい寒いからね、どういう格好していけばいいか分かんないんだよね。前回行ったのが11月の頭だったから、そんな、まあダウンジャケット着て、桃引きまではいかず、ブーツ履いて、厚手の靴下履いて行ったんだけど、足のね、先が一番寒いのよ、やっぱり。指はなんかポッケに手袋してポケットに手入れてればまだ守れるんだけど、足先はね、どうしてもね、俺ちょっと末端冷え性だから、どうしても寒いのよ、ね、なんかその足先がね温まるね方法あったら、ぜひぜひメールでね、皆さん、よろしくお願いします。足の北海道ってあんの知ってる？でもあんなもん聞かないのよ。俺らね、週3でストリートやった時代で、足先北海道っていうのをね、みんなやってたんだけど、足先の感覚が途中からなくなってくるのね。足先と指先の感覚が途中からなくなってくるから、真冬にギターずっとね30分40分1時間ぐらい弾いてると、指から血出てることさえも気づかないの。感覚がないから、もうピックを持ってるかどうかも分かんないのね。で、指から血が出てるのを楽屋というか事務所に戻ってから確認するっていうね、みんなでやってたんですけどね。でそんなこんなのね時代もあり、サトリーライトフィーバーも始まり、そして終わり、北海道と私のミュージックフェスティバルもね始まるということでですね、やってるんですけど、なんかいろいろあるな、やっぱな、長くやってるとね、本当ですよ、ね、みんな知ってると思うけど大変だよね、長くやってるとね、本当にね。メンバーがね抜けね、メンバーが抜けるでしょ、メンバーが抜けるでしょ、メンバーが来ないでしょ、一人でしょっていうね、いろんなことが起きるんですね、やってると本当に。だってね、前回も俺一人でねやってね、まさかね最後は来るだろうと思ったら、ね、昨日まで来る気満々でね台本作ってね、みんなに送ってね、よしじゃあ明日最後だと思ったらね、今日の朝ね来ないっていうね、大変そうね。まあまあ抜けたわけじゃないからね、まあいいんだけどね。というわけでね、北千住より愛を込めて、ちょっとね無駄話にそれましたが、北千住愛を込めてのコーナーでした。どうもありがとうございました。そうね、拍手してもらって大丈夫ですよ、どんどん。アグレッシブに拍手していこう、みんなで。そう。いやね、でもなんかこう C-WAVE、 C-WAVE になる前からやってるからね、千住ハウスの時代から
ね、やっぱこう千住ハウスってねあるけど、シーウェーブになったのっていつなんですかね。あ、2年前ですか。あ、じゃあもうシーウェーブになってますね。ああ、じゃあそのぐらいからね、あの僕らね番組始まってですね、なんかそのノアっていうね2人組、誠司さんとヒロインズさんのね2人組のグループがいて、まあ、そこと仲良くいろいろ、そのそれこそ大宮ソニックに出てもらったりとかして一緒にね、あのコラボしていく中でね、あれかな、ノアの番組に呼ばれたんだ俺ら、ゲストで2回ぐらい出て、それでまあなんかここでどんちゃん騒ぎどんちゃん騒ぎっていうかまあ普通にライブやってトークやってやってたんだけど、なんかその出会いがきっかけでここでちょっとなんか番組、まあハーモニアス、当時井の頭ウォーキーズやりなよみたいな感じで、全然なんか好きになんか面白く使って全然いいからみたいな感じで声かけていただいて、それで約まあ1年半やってきたんですけどね。まあなんかそういう出会いのねきっかけ、いろんな人とも出会えたし、あとなんだろう、まあ番組自体は出たことはないんですけど、まあいろんなね番組出て知り合えたきっかけにもなったのでね、なんかこのシーウェーブは本当にねいろいろお世話になって、あとそしてやっぱりいつもね、ディレクターの井上さんにはねお世話になってね、ずっと一緒に番組ね作ってきたのでね、なんかね本当にいいいい経験ができたし、これからもねなんかこういうまあ他でのラジオとかもあるんだけど、なんかそういうのにもね活かせた、なんか歌わせてるのはまあいいや、きっかけになったのでね、本当にね良かったと思います。というわけで、次々行きましょう。続いてはですね、今日最後にふさわしい、ね、助っ人というかねゲストがね来てくれています。ではまず一人目のゲストをお呼びしたいと思います。一人目のゲストは、青木ひろしさんです。よろしくどうぞ。ういっすいっすいっす。あ、どうぞ、どっちでも大丈夫ですよ。ああ、そうね、いいんじゃないですかね。どうもどうもどうも。どうも、自己紹介の方お願いします。青木ひろしです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、青木さんもですね、よく一緒にイベント出てもらったりとか、はい、そうですね。ライブやったりとか、はい、結構いろんな時にね、なんだろう、まあ、力になってもらって。いやいやいや、こちらこそもう、そのままお返しします、ね。ああ、本当に。さすがだな。何言ってんの。いや、本当に。出会いはいつでしたっけ。俺もそれを思い出そうとしたんだけど、うん、ちょっと思い出せなかった。結構でもそんな前じゃないよね、うん、そうそうそう、まだね期間的にはそんなすごい長くはないと思うけど、3年とかそんなぐらいだよね、うん、でも多分本当に会ってない月が多分ないと思うから、ねねね、毎月会ってるね、本当に会ってない月がない、うん、だって本当に下手するともうだってね先週も2回ぐらいあったし、そう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 本当に会ってない週がある時もあるぐらいの、うん、先月もあってるしね、うんうん、本当にそんな感じでね、うん、何かとね、何かといろんなイベントで一緒ですもんね。いやもう本当にお世話になって、うん、しかもやっぱり結構いろんなイベントをゆうちゃんみんなご存知の通りやられてるから、うん、ゆうちゃんって言う、あ、そうそう、ゆうちゃん、これ結構一番最初にね、ゆうちゃんって呼び出した時に周りからクレームがなんか嫌だって言われてます。それは俺が言うのが嫌なのか、ゆうちゃんがゆうちゃんって呼ばれてるのが嫌なのか。いや、俺はゆうちゃんって呼ばれたいよ。あ、よかったよかった、うん、しかも今日いない人をつかちゃんって呼んでます、ね、うんうんうん、つかちゃんが今日いない。でゆうちゃんっていうのはだから、うん、地元の本当に仲いい女の子の友達。あー、でもそうかもね、うん、女の子の方がと親戚のおばちゃん親戚のおばちゃんはゆうちゃんとゆうくん、ゆうくん派とゆ、うん、ゆうくんって俺らのゆうくんじゃない、前いた、うん、ゆうちゃんとゆうくん派がいて、うん、半々ぐらいかな、うんうんうん、だからね、なんかちょっと新鮮だ、男の友達からゆうちゃんって呼ばれるのは、うんうん、まあ、友達ってあれだけど、まあ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 、まあうん、初、うん、あ、そうか、うん、そうか、そうか、それはよかった、ちょっとね、うんうん、歴史に名を刻んでしまって、ね、そう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 、はい、でね、そんな青木さんですが、はい、ちょっといろいろね、せっかくなんでね、はい、台本にはね、フリートークって書いてあるんですけどね、台本を読むっていう台本の項目をね、そう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 、これ俺は今このね、お茶がここに隠れてた方がいいのか今ずっと考えてるんですけど、あ、まあまあまあ、ね、うん、まあ隠れてるけど俺は大胆に飲む、うん、飲んでるんですそうだよね、この辺のね、バランスがね、そうそうそう、はい。なんか青木さんの好きな音楽とか、どういう音楽が好きなんですか、はい、ちょっとね、ちょっと音楽バラエティーだから、はい、無駄話中心だけど、そう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 、うん、本当音楽がもう守備範囲がもう完全に雑食で、うんうん、本当にありとあらゆるような音楽を聴くわけなんですよ。で普段聴いてるような音楽は大体、うん、アイコまあアイコさんもね、うん、まあ一部聴かせてもらうことはありますけど、うん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 、
まあ、ほぼ、みんなに言うとポカーンとされちゃうような名前ばっかり。あ、それは、邦楽洋楽、あ、まあ、洋楽もどこの国のでも本当に一通りなんか興味持ったら聞いてみて、もう CD を何枚買って何枚こう処分してきたかという意味では本当に自分でも恐ろしくなるような。 CD は何、処分っていうのは捨てるってこと？いや、まあ、売るってね。あ、売る派 CD。 あ、なるほどね。まあ、それさすがに何も言わないとね、あれだけど、うん、何だったんだって感じになるから、うん、だから最近一番聴いてるのは、うん、でも意外と宇多田ヒカルがもうデビュー当時からも本当大好きで、ちょっとファントム、はい、あの新しいアルバムがちょっと完璧すぎて、うん、あ、今最近出たやつだよね。そうそうそう、あれが本当に良すぎて、うん、もう何もすげえすげえとしかない。へすごいですね。俺も結構好きで、うん、一番最近出たやつは持ってないんだけど、うん、それまで の, 活動休止するまでは、うんうんうん、結構持ってて、あ、実は、うんうん、まあ、ファーストアルバム一番売れてるし、あ、まあ、2枚目3枚、うん、ディスタンスそこら辺も、ね、全然聞いてて、うん、ね、一番タイムリミットが一番好きで、意外と、あ、うんうん、中期っていうのかな、うん、あれタイムリミットってグレー、タクロー、ああ、やってるよね。そうだよね、うんうん、あれ作ったのがそうじゃなかったっけ、なんか、うん、中期の頃だよね。そうだね、うん、グレー好きだもんね。そう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 グレー好きだもんね。そう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 、うん、でもそれ、はい、そこはあんま関係ないんだけど、あ、そう、ごめん、ちょっと今俺ピンときちゃって、今おーみたいな思ったけど、あんまり反応が、タイムリミットがね、好き、うん、あとね、うんうん、あれなんだっけ、あの、うん、あ、それ、そうやって使うの俺あのね、うん、1枚目のシングアルバムの3曲目に入ってるやつ、あー、うん、フェイクネイルからコンタクトのやつ、タイムリミットる、あ、違う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 、フェイクファーミニマトっていうのかな、なんだっけ、フェイクミニ、なんだっけ、あの曲あれなんだっけ、どうして本当の話してるのでしょ、戦うのもいいけど疲れちゃったよです、これ俺はずっと歌いつけど、もうちょいで出てくるね、タイトル、インマイルーム、あー、エスケープインマイルーム、あれアルバムにも入ってる、そうそうそう、アルバムのね、あの曲はね、はいはいはい、好きでね、マイルームいいっすね、はいはいはい、それがね、結構その当時出た当時はまだそんなにね、うんうん、若かったっていうか、なんていうか、うんうん、あれだったけど、なんか ちょっと経ってから聞いて、あ、いいなと思って、うんうん、なんか聞いてた思い出ありますよ。いや、いいですよね、うん、本当に。もうやっぱり僕男性なんで、やっぱり女性の CD を聴くことが、うん、まあ、男性なんでっていう説明がちょっと合うのか分かんないけど、うん、やっぱり女性の声聞くとこう安心するし嬉しくなるんで、女性のやっぱ聞くのが多いんですよ、はい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 、女性の歌声を、うん、まあ、やっぱその中でもやっぱり女性の世界観って、うん、男にはやっぱりちょっとこう分からないというか、うん、まあ、言ってもらわないと、あ、俺ちょっと女性寄りだからマジか、言ってもすげえな、言ってもちょっと女性寄りだからね、あ、そうなんです、ちょっとじゃあいろいろ教えてもらいたいね、その言ってもらわないと分からない世界がいっぱい詰まってて、はいはいはい、もうやっぱ本当にそういう意味も含めて、あのアルバムはもう本当グーの音も出ないなという、あ、最近のもう女の人すげえっていう、もうすごかったですね、なるほど、てか時間過ぎの早いな本当、すごいね、聞いてみたいですね、聞いてください、そんな宇多田ヒカル好きの青木師匠ですが、はい、はいはい、ギターを始めたきっかけってのはどんな感じなんですか？一応始めたのが、うん、多分小5ぐらい、10歳ぐらい、そうですね、10歳ぐらいに、まあ、その当時、まあ、あのテレビとかに出てた弾き語りのアーティストの衝撃を受けた、うん、ちなみにそのアーティストは、藤井フミヤさんですね、おちょうどその頃に、お年玉を全部つぎ込んで、お年玉もらったやつだね、お年玉を全部つぎ込んで、はいはい、アコースティックギターを買うという、え、小学生で、小学生で、え、すげえな、それでも渋谷にお母さんについてきてもらったあ、渋谷で買ったの、そう、渋谷で、渋谷のね、黒沢楽器で、渋谷の楽器屋にな、小学生一人でお年玉持っていける怖えもんな、うん、なんかね、お金どこに入れていいか分かんないし ね怖さよりも、うん、なんか悪いことしてる感じ、あ、なんていうのかな、大金を使うっていうのは、だそれを多分親にこう了承してもらって感情を多分作ってたんだろうね、多分ね、あ、反対ではなかった、あ、まあでも自分のお金だから、まあ、お年玉だからね、うんうんうん、そう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 、まあむしろ喜んでたっていうか、なんか面白いわねみたいな、あ、多分母も音楽とかも好きだし、あ、そういう意味ではいいんじゃないみたいな、まあ、ちょっとこの子面白いわね的な、わからないけど、そんな感じスタンスで多分、なるほどね、うん、そう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 、そのギターは今でもあるの？それはこれこういうところで説明するのはあれなんだけど、うん、
うちの姉の友達に、うんうんうん、まあ、僕の憧れの女性の方がいまして、はいはい、その方が持ってますまあこれ以上はちょっと説明すると長くなるから、はい、まあ、でも分かる分かる、はい、なんとなく分かる、うん、俺も一番最初に買った、うん、まあ正確に言うと買ってもらった親に、うんうんうん、ギターは、うん、あの後輩の実家にあるっていう、うん、なんかよく分かんないそう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 あれ結構これ楽器やってる人あるあるなんですけど、まあまあそうそう、まあちょっとね、うん、思い入れがあるから思い入れのある人のところに置いてってもらうと結構嬉しいっていう。後輩って言ってもあのバンドのメンバーね、うんうんうん、まあ、昔やってたバンドのメンバーの実家の、うんうん、あの自分の部屋にあの置いてあると分かる分かる。ただあげたわけじゃないと俺はね、俺はあげたわけじゃないし、ね、俺も一応そうだよ多分、うん、一応多分貸してる、本人ももらったわけではないっていうのは言うと思う、ちゃんと了承してで、預けているという感覚で、感覚的にね、そうそうそう、なんかね、うん、なんかつながってるみたいな、ね、そう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 、そんな感じですよ、ね、はい、なるほどね、そんな青木さんですが、はい、ちょっと後ほどライブも、あ、はい、そうですね、はい、ぜひでこのままトークもね、はい、一緒に、ね、していただいて、あ、そうですね、はい、今日はなんとですね、はい、あのもう一組、もう一人、もう一人ダークホースが、ダークホース、最近のダークホースがねあのねいますからね、ゲストでね、はい、じゃあダークホースを呼びしましょうか、続いてのゲスト千田恭平くんです、よろしくどうぞ。さらっときたね、さらっときたね、ダークホース。いや、いいことだよ、いいことだよ。よろしくお願いします。じゃあちょっと自己紹介的なことをよろしくお願いします。じゃオンマイクでお願いしますね。うん、改めまして千田恭平と言います。今日は柏市から、来ました。よろしくお願いします。すごいあの想像絶するぐらい小さかったですね。うん、どっから来たの？柏です。あ、柏、千葉。うん、千葉。はい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 。あ、柏なんだ家。もう常磐線で。ああ、ね、なるほどね、常磐ね、はいはいはい、はい、まあね、冗談はねそのぐらいにしてね、いいですかこの皆さんの表情見て、あ、大丈夫、いつものことだよ、いつもね、ああそうかそうか、いつ、はいはい、いつものやつね、勇気ってこれだよねっていうのがもう、はいはいはい、まあ、そういう安心感ってあるよね、そう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 、それ欲しかったやつ、そうそう、これがないとね、はいはい、みんな寂しがっちゃうからこれがニャイト、これがニャイトって言ってくるそう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 、うん、あ、来た来た来たって、そうそうそう、みんなあの内心こうふつふつしてるから、ね、俺はちょっと嬉しかった画面の前もね内心ふつふつしてるそうだね、一人で静かに、はい、はい、来たーって思ってるから一人で静かに見てる人はもうね、戦慄してる、そうそうそう、最終回ですからね、ちなくダークホースいい、ダークホースね、コメントがダークホース、ダークホースもうちょっと声張ってもらえるとか助かる、うんうん、面白い、なんか千田くんはさ、なんか、はい、どういう音楽を聴いているの最近は。僕も青木さんと同じで雑食系ですけども、アイコ、アイコ、まあ雑食イコールアイコになってますよね、アイコってみんなに愛されるなキャラもそうだよね、まあまあまあ、まあ、うん、アイコ嫌いな人いなくない？いや、いるかもしれないけど、うんうん、俺は出会ったことないから、うんうんうん、僕もいないですね、そうか、マイコさんも好きですけど、うん、よく聞くのはスピッツとかですかね。あ、スピッツね、はい、そっちね、はい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 、え、ずっとスピッツは好き？もう好きですね、高校の時から聞き始めて、空飛んでる感じ、もうイントロドン、うん、もう楽勝みたいな、ほんと楓、楓いきますね、楓なるほどね、はい、スピッツ以外だと、スピッツ以外だと結構でも昭和歌謡とか聞いたりしますよ。昭和歌謡、昭和歌謡って例えば、例えば、うん、山口百恵さんとか、あの辺、1980年引退の山口百恵先輩、ね、そうですね、ちょいちょい入ってくる情報がなんかいいですね。1980年山口百恵引退、1980年松田聖子デビューだ。そうなんだ。歌姫入れ替わりだから。そうそうそう、松田聖子さんも好きですね。結構あの年代のなんか歌詞とかが、うん、あの作詞家先生とか書かれてる、なんか日本人、悪友先生とか、そうですね、宇崎竜斗、そうですね、はい、日本人らしいなんか奥ゆかしさっていうんですかね、なんかああいうのが出てて、語るね、ダークホース、なんかいいよいいよ、こう今まで見た中で一番こう圧があるね、喋りに、まあ、ダークホースですから、なるほどね、千田君もギターだもんね、はい、そうですね、左利きだもんね、レフティーですね、千田君のなんかそのギターをやるきっかけ、きっかけもそうだし、なんか左利きのギターでこう影響を受けた人とかいるの？ああ、面白い質問。うん、ああ、面白い質問だ。じゃあまずきっかけからなんですけど、うん、僕が中学3年生の時に、うん、なんか選択授業でいろいろ自分であの社会とかいろいろ項目があって自分で授業を選んで、うんうんうん、あの受けられる科目があったんですよ、うん、その時間帯が、はい、でその中に音楽っていうのがあって、はいはい、でギターを弾いてみようっていう、はい、え、音楽室のクラシックギター？
いやフォークギターですね、中学校の時。でも中学校の時のフォークギターって言ったら右利きなんじゃないので、まあ、楽器屋に買いに行くわけなんですけど、ああ行っちゃうんだそこで、あ、まあ、親にね、あ、この授業受けるっていうので、やっぱ親同伴だよね親同伴ですね、そうだね、基本親同伴だからね、うん、結構もう大金とか大金ですかね、うん、その当時の中学生とかからしても、うん、でそれで、まあ、左利きですっていう胸を伝えて、うん、左利きのギターをあのお店の人に手配してもらって、さすがにお店には置いてない、置いてなかったですね、取り寄せ、取り寄せ、取り寄せ、特注じゃなくて、そうか、取り寄せか、特注特注だと、そうか、また高い、また高いです、うん、そうなんだ、そうですね、それで買って買って、でスピッツカバーした、スピッツもそうですね、バンドスコア、あ、あ、バンドスコア、バンスコね、はいはいはい、最近ご無沙汰ですけど、みんな多分誰もが通ってると思うんですけども、そうですね、絶対合ってないやつ、ね、通った通った、絶対合ってないよね、うん、ここ違くない、絶対合ってないんだよね、いろんな会社から出てるから、ね、そう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 、全部違うんだよね、そうですね、どれが正解わかんない、うん、はいはいはい、でそれを結構ずっと暇があれば弾いてみたいな、なるほどね、ちなみにそのギター今どこにあるの？一番ちゃんと僕はちゃんと家にあります、あ、本当、あ、そのタイプ、今でも部屋にあります、今もでもたまに弾いたりする。弾かないですけど、あ、でもちゃんとケースから出てて、うん、あのギタースタンドに置いてあります、ちょっと俺とは違うな、うん、ちょっと俺らのあれだね、そうそうそう、レフティだと渡しようがないんで、あ、そっか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 、みんな右利きじゃないですか、そうかそうか、じゃあもうあれだ、なんか伝説の剣みたいな感じで左利きのやつがいたらいつか渡そうみたいな、どういうこと、なんかお前、お前後継者、僕の使えない後継者みたいな、どういうこと、あ、そういたらね、いたらいずれ渡そうと思ってます、もうこいつだっていう人を見つけたね、確かにね、左利きのギター渡されても困るもんね、そう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 ですね、でももうだから探し、ずっと探し続けてたんだお前のことみたいな感じで、そうですね、来年ちょっと探そう、来年なのそうなんだ、へえ、はい、で、それで左利きのギターを買って、練習して練習して、でまあ、間もなく自分で曲とか書くようになって、うん、でまあ、中3だったんでもう授業が、うん、だから高校入って、うん、まあ、その学校のギター部入ってちょっとヤンキーになってヤンキー、進学校だったんで、あ、そうなんだ、もう頭髪ダークホースだね、やっぱり、うん、ダークホースです、やっぱりダークホース、ね、頭髪検査とかあったの、もうすごかったです、あ、まあ、でもあるよね高校は、ね、もみ上げの長さ、あ、俺は、俺もあったけど全然、あ、本当ですか、うん、僕もう気にしすぎちゃって自分で剃ってた時にタラちゃんみたいになっちゃったんですよ、お土産なくなっちゃって、うん、テクノカットみたいになっちゃったそういうのが何回かあって、うんうん、そうなんだ、結構あんまりこう苦い思い出がねちょっと詰まってるんですけども苦い思い出が、まあ、結構面白いけど、ね、失敗した、うん、テクノカットはちょっと苦い思い出だよね、うん、全然入らないですね、うん、なかなかこういうとこって、あ、そ、あ、そっかそっか、こういうとこはすぐ入るんですけど、うんうんうん、あの薄いところだからね、一生懸命マッサージしましたね、うん、シャンプーしてこう入ろう入ろうみたいな、はい、おもろいねその、そうだね、その学校生活面白いね、面白いですね、しかもそれ中学生の時だもんね、じゃあ高校、うん、あ、高校の高校生の時、え、最近は、最近聞くのもスピッツなの？あー、でも今年アルバム出してたんで、それは今日も聞いたりしてます、結構スピッツマニア、マニアですね、あ、でも好きそうだもんね、木田君はもともととか今でもそうだけどバンドだもんね、そうですね、ソロ活動というよりかは、あ、そうですね、メインは僕はバンドなんで、あ、今もそうですね、でもなんかバンドの雰囲気が全然スピッツっぽくないよね、あー、うん、最初はでもやっぱ曲書いて聴き始めた時は あの自分の影響じゃないですか、モロに出るじゃないですか、その時はスピッツの色がものすごい出てましたけど、そっかそっか、ピンクレディとかも聞いた？ピンクレディは聞いてないんですよね、あ、そう、はい、ピンクレディうちの母ちゃん大好きで俺ね、母ちゃんとカラオケ行くっていう気持ち悪いんだけど、いやいやいや、素敵じゃないですか、がカラオケ好きなの、うん、結構、はいはい、ただ親父は超シャイだから、うん、絶対歌わないの、一緒に行くけど一緒に、だ、母ちゃん、うん、父ちゃん、うん、ゆうちゃん、じいちゃん、おお、ばあちゃん、おお、お姉ちゃん、おお、家族そうね、親父の姉ちゃんね、だおばさん、俺からするとまあでも親父のお姉さんだから俺は姉ちゃんって呼んでるの、うん、あ、そうなんだ、なるほど、親父のお姉さんの旦那さん、はい、おじさんね、うん、だから俺的には兄ちゃんの、はいはいはい、喜ばれるね、そうそうそう親より年上なんだけど、うんうん、そのあれ母ちゃん、父ちゃん、ゆうちゃんでしょ、うん、じいちゃん、ばあちゃん、兄ちゃん、姉ちゃんでしょ、7人ゆうちゃんって言うようになっちゃいました、ね、7人でカラオケ行くのよ結構、うん、いいね、うん、7人、そう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 、
でじいちゃんも、うん、歌うのよ。じいちゃん何歌うの？え、よし行くぞ。おいいね。一人酒手じゃく酒酒だよ。そうそうそう。俺ここ最近で一番声が今出てたけど。今ちょっと一瞬びっくりしちゃったよ。でばあちゃんも歌うでしょ。ばあちゃんとじいちゃんが、うん、一緒に歌うのは赤いグラスっていう昭和の昭和歌謡。わからない。ちょっとわかんないと思う。俺もね全然わかんなくて、うん、で兄ちゃんと姉ちゃんは。大丈夫この斉藤家の話して兄ちゃんと姉ちゃんは沖縄好きだから、うん、沖縄の歌とか結構歌う、島歌とか、あ、そうそういう感じの、そういう感じの好き で母ちゃんはピンクレディー通ってきてるから、はいはい、ピンクレディー歌うんだよ、うん、あとねなんか分かんないけどたまにキロロとか歌うんだけどああでもいいですね女性らしい選曲というかで親父は全く歌わない、ずっとウイスキー飲んでる。あでも、ね、あ楽しいんじゃない、それはそれでみんなが楽しそうにしてるからね。で俺もね歌って、うん、最終的に氷川きよし、ずんどこ節、そうそうずんどこ節歌って終わるんだよ、うん、その回が締まる。あ全員でなんかいいね、いい楽しそう、想像するとなんかねいやかなりいい家族、ね、羨ましいですね。ちょっとキモいんだけど ねいやいやそんなことないですよ、ね、それまあね、なんでその話になったかわかんないんだけど、うんうん、今っていう、ね、締め的にはどっちかがキモいぐらいに言わないとちょっと話していけない、ちょっとそれはそれで困っちゃったね。そうそうそう、そんなことないよってそれなんかね、うん、正月とかさ、うん、そういう時になんかめでたい時にね、うん、そういうことが起きるんだよたまに、というわけでね、そんな千田くんですが、はい、はい、そんな千田くんじゃない今だけ今入ってましたよ ね、うん、ね無理やりだけど、うん、そんな千田くんですがね、うん、はい、じゃあスピッツ好きの千田くんがね、はい、ちょっとミニライブで一曲ね、はい、いいですね、最近のね昭和歌謡が好きと、スピッツが好きと融合した千田くんがどんな曲を歌うのかと ね雑食ですから、そう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 、うん、ちょっとねまあ、ちょっと短い時間ですが、はい、ちょっと一曲お願いしたいと思いますね、はい、じゃあちょっと準備しちゃって、はい、うん、準備してる間俺無駄話しとくから、ああそうなんだね、うん、今はっきりし左利きだもんね、そう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 、こっち側にね来るんだね、ちなみにうちの母ちゃんと俺がピンクレディ歌うときは、うん、踊るっていうねあでもいいねでも結構理想的なウォンテッドとかやるから ね指導してくるのよ、あこうやるのよ、そうそう、母ちゃん結構フリマスターしてるから違うこうだからみたいな、あマジかみたいな、うんうん、めちゃめちゃ微笑ましいね、そう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 、めちゃめちゃ微笑ましい、大丈夫できましたよ、できましたじゃあというわけでね、千田くんのライブに移りたいと思います、はい、じゃあ吐きますか、はい、吐きましょう、はい、はい、じゃあ千田くん、じゃあよろしくお願いします、はい、はい、じゃあちょっと今日は1曲だけ歌わせていただきます、いろいろ日々生きてると、悩んだりすることあると思いますけども、今日ぐらいは、自分の過ごしたように過ごそう、そういう気持ちを書いた曲になります、グッドデイという曲です。嬉しいことが起こる予感、うつむいた日々にさよならを告げるために出かけよう、たまには息抜きをしよう、悩みなんて忘れてさ、「贅沢もしちゃおう」
みればほら悩みも空へ、たまには寄り道をしよう、目的なんて忘れてさ、思いもよらぬときめきに会えるかもしれない、嫌なことばかりに埋もれてもまた明日はきっと笑えるように口笛を吹くよ。ありがとうございます。はい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 、どうもありがとうございます。ありがとうございます。では続いてね、あの青木さんの方にね行きたいと思います。じゃあ千田君こちらにザザザザッと来てみて。でちょっと青木さん準備していただいて。雑談を。ちなみに今の曲千田君タイトルは？グッドデイという曲です。この一つのマイクを二人で使ってわけわからない状態。グッドデイ。グッドデイ。これバンドでもやってるの？いや、これは一人で。あ、一人の時専用の。そうですね。なるほどね。まあ、手短に今日みたいな感じでやるときは、いつもやってる曲ですね。どういう時に作ったのこれは。これはちょうど去年で、僕もともとゆきさんみたいにアコースティックユニットやってた時があったんです、ね。ああ、そうなんだ。バンドと別で、でその時にそのボーカルの子が別でいて、うん、その人が歌うために作った曲だったんです。あ、そうなんだ。僕が歌うために歌うように、うん、キー下げて、うん、ちょっと今日は歌いました。なるほどね。グッドデイ。グッドデイ、ありがとうございました。はい、というわけでじゃあ青木さんいかがでしょうか。大丈夫ですか。大丈夫です。あ、じゃあよろしくお願いします。続いて青木ひろしです。どうぞよろしく。どうぞよろしくお願いします。この他にない雰囲気がいいですよね。ここに他のライブハウスとかこんな雰囲気絶対ないですもんね。もう独特のね。そうか、そこで聞いてるのも結構緊張しますか。多分放送してるからなんかちょっとそれをうっすら感じました。これぶつけて倒しそう。じゃあ青木宏一曲歌わせてもらいます。何歌おうかなと。なんかね、最終回だって言うんでね、1年半すごいですね。長い時間。ここ俺 MC 普通にして、普通のライブみたいに MC してますけどね、普通にサクッと歌えよって感じなんでしょうけど、どんな曲がいいかなと思ったんですけど、まあなんかずっと続いていくことというか、Today という曲を歌おうと思うんですけど、こういくつになってもこう歌えるラブソングというか、もうこう毎日を積み重ねていくみたいな、そういう気持ちで作った曲です。じゃあ聴いてください。見つけた小さな影、
いかけてきたその道、名前をつけたんでしょう、それを聞かせて。何にもなくてもそこにはいつも、何にもないけど気持ちがあって構い続ける。時間はいつも変わらずにあるもの、教えてくれたね、君の声とその仕草の中にある幼い心と、その世界、ああありのまま、どうかそのままでいてほしいから、できることを探してる。どうもありがとうございます。青木宏でした。はい、はい、どうもありがとうございました。Today。Today です。Today。Today に複数形の S がついてるんですよ。Today's。ちょっと造語ですけどね。Today の連続。Today's でございます。そうですね。はい。なんかクリスマスにぴったりですね。ああ、嬉しいですね。なんかクリスマスね。冬っぽい感じですね。あ、ね、確かにね、うん、ちょっとね。下田君はどっちかっていうと春っぽい感じだったもんね。春っぽい感じでしたね。いいね、春を待つ。なんかバラエティに富んだね、あの楽曲がね、こう聴けていいんじゃないですか、最後もね。そうですね。そして、我々の曲というか、元我々の曲みたいな感じですけどね、さよならクリスマスはね、流れてますけれども、まもなく、もっとっていろいろ考えちゃうからね。まもなくクリスマスですけども、なんか、2人のライブ告知なんかがあれば、ここで、ぜひぜひ。青木さんあります。僕ですか。僕、12月18日にですね。あら、僕のバンド、うん、まあ、カカシカシカカというんですけれども、カカシカシカカね、カカシカシカカというんですけれども、吉祥寺マンダラ2さんで、僕のお世話になってる、ね、ミュージシャンの先輩のデビュー10周年の企画ライブに、うん、出させていただくことは決定しています。はい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 、まあ、近々だとそこら辺かな、近々だと、うん、今年は一応それで最後かなという、うん、はいはいはい、ところですね。青木さんは、じゃあ青木さんは、明日ですね、お近いね。そうですね、はいはいはい、中学はドットという、まあ、バーなんですけど、ね、はいはいはい、そこで、ちょうど今年の5月ぐらいから半年ぐらいかけてこう毎月定期開催させていただいたあのテント戦という、ね、イベント、明日、今年のファイナルをちょっと迎えようとしております。あららら、ね、ファイナルですか。そうです、そうです。でまた来年からもうちょっとじゃんじゃん面白くしていこうっていう、もうこう気持ちが盛り上がってますので、もう明日はもうお祭りみたいな感じで、ね、あ、いいですね、やっていこうかなと思う、ね、本当にみんな来てね。俺ね、さっきからね、カメラがどこかね、把握してないから、ね、カメラあそこです、ね、あの位置ですか、うん、あそこどこに目線をね、うん、どこに送る、多分俺あさっての方を結構見てたと思うんですけど、大丈夫大丈夫、わ、うん、かります。そうですね、あと目泳いじゃった、うん、あと、ね、俺お客さんにやたら絡む、こんなにあの放送中に絡むんじゃねえよって多分思ってたかもしれないですけどね、絡まれるとすごいみんなテンション上がってますから。あ、本当ですか。それは良かった、それは良かったです。それ聞けて良かったです。明日ライブということで。そうですね、12月18日、はい、で僕も12月18日ということで。そうですね、はい、伊達市ですよ。ライドオン、ライドオンイブリですよ。いいですね、ライドオンイブリミュージックフェスティバルです。行きたい。いや、来てくださいよ。いや、俺はどっちのライブに行くか、うん、この後ずっと考えて帰る、ね、みんなでね、18はどっちだろう、ね、で、ね、結局どっちも行かないっていう。そうそう、俺も18になんか予定が入ってた、ね、そうそう、可能性がねありますけども。というわけで、約50分間放送してきましたが、あっという間ですね、まあ、もうエンディングですよ。あっという間、どうですね、うん、
で、放送もしてきたんですけど、今日でね、約2015年5月から放送で20回目を迎えて、最終回を迎えましたサタデーライトフィーバーですが、どうでしたか番組の、なんか感想というか。すごい楽しかったですよね。そうですね、公開収録初めてだったんで。いや俺は素晴らしいと思いますよ。これ1年半ねやってきてね、皆さん聞いてもらってる方いっぱいいると思うんですけど、本当そういうのって続けるのって結構やっぱいろいろ大変だし、いいことおっしゃる、しかももうやっぱもうその間ずっとあのここにはいないものの一緒に会ってますから、あの忙しい中をね縫ってこうやってね、あの定期的に配信していくっていうのはね、これ結構こういうの楽しみにしてる方も、もう僕もライブ、あのラジオとか結構好きで聞くんで、まあこういうのねまたね、また改めてそうです、ね、チャンスが、ね、いやいや来てまたねここで ね、そうそうそう、なんかねタイミングが良ければね、そう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 、そういうどんどんやっていきたいですよ、ま、ですね、ぜひ、いいことおっしゃるね、やっぱりそうだろ、素晴らしい師匠、やっぱ師匠だね、師匠ってね、あのね急に放り込むとみんながなんであいつ師匠なんだっていうところに行っちゃうから今日は伏せるのかと思ったら途中ちょいちょい入ってた、ね、そう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 、そうですね、本当にねいろんなね結構いろんなことがあったわけじゃないんだけど、まあここでね結構1年半以上やってね、いろんな人と出会えたりね、いろんな人とゲストを呼んでもらったりとかして、なんかこう結構楽しく、なんか最初は真面目な番組だったんだよ真面目にライブやって真面目に音楽を伝えていくっていう、ただどっからか知んないけど俺はまあ司と2人で台本作ってきたんだけど、いきなり司からもらった台本が無駄話中心のトークバラエティってなんだね、あれなんだろう、俺音楽の番組じゃなかったっけって、いつからか方向転換したんだよね無駄話中心になったね、バラエティ、俺ね何回か放送ね、あの、過去のやつ見させてもらったけどね、あの2人でね罵り合ってるみたいな、あ、そうそうそう、いつも通りじゃねえかって、そうそうそう、2人で罵り合ったりとか、なんかね、ゲームやったりとかね、そうそうそう、無駄にゲームやって罰ゲームとか、モノマネやったりとか、あとなんかね、しーちゃんっていう、松井静香ちゃんって、にギターを無理やり教え込んで、無理やり教えるってパターンでね、一番迷惑なやつです、そうそうそう、でライブでやれっていう命令をして、ライブで、ね、ちゃんとワンマンライブでやらせるっていう。でも結構あれですよね、ハーモニアスの楽曲やったりとかして、しーちゃん素晴らしいですね、ちゃんとそのふざけてるんだけどいいとこはちゃんと出していくっていう、このね、とかね、なんかね、いろんな企画やってね、で北千住にね来ることもねやっぱないから、そんなに、はい、いろいろ電気大学があってライブに出たりとか、北千住の飲み屋行ってとか、ラーメン屋でラーメン食べたりと か、なんか結構ね北千住の街も満喫できて、なんかね千代田線で来るんですけど、千代田線ってなんかいい電車だなと思って愛着が、そうそう、北千住あるあるかもしれないけど、なんか千代田線ね、なんか座り心地いいんだよね、わかります、寝心地もそうそう、寝ないけど俺は、なんかね、だから詳しく聞かせてもらって、そういうのもあったりとかして、なんか普段ねやっぱそうやって来ないところだったけど、だいたいこういうふうになんか来るようになってね、なんかそれ楽しみが増えたというか、やっぱね街魅力があるとね、いいですよね、あとなんか毎月第2土曜18時半はサタディライトフィーバーシーウェーブっていうのがね、こう年間スケジュールでこう入ったから、あーいいですね、ホビーそうなんかね、それもね、なんか まあまたいい思いというか経験というかね、だからなんか来年からそれがなくなるってことね、あちょっとなんか寂しいですね、あと1分で番組終わっちゃいますよ、あーそうかCウェーブロスがね、Cウェーブロスが決まりますから、いや本当ですよ、まあでもね、なんかまたね、改めてね、そうですね、機会があればぜひぜひね、スカちゃんが北海道から見てんのかな、あ多分それどころじゃないかもしれない飛行機やべえ、いつ俺はいつ東京に戻れるんだってなってますというわけでね、最後はですね、皆さんで決めポーズで終わるんですが、はい、右手を L にしてもらって、まあ、そうそう、みんなもね、お客さんもね、テレビというか画面の前の皆さんも右手を L にしてもらってこの L を上に上げるっていうサタディライトフィーバーで終わるんですけど、はい、最後のサタディライトフィーバーとなります、あ、ね、じゃあ皆さんでね、最後バシッと締めていきましょう、それでは皆さんどうもありがとうございました、せーの、サタディライトフィーバー、どうもありがとうございました、また会う日まで、バイバイ。